マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくあるお悩みに、毎朝スッキリ出ない、お腹が張って下腹ぽっこり苦しいですというお悩みがあります。なんとかしたいなって思いませんか？そこでこの動画では、毎朝スッキリ下腹ぽっこりを解消する方法がわかるんです。もしあなたが毎朝スッキリ出て、ぽっこりお腹を解消したいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。食べるだけお腹ぽっこり解消法についてお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、お腹ぽっこりの主な原因とは何でしょうか。2つ目、食べるだけでお腹ぽっこり解消法の具体的な方法についてお伝えしていきます。では1つ目の項目です。お腹ぽっこりの主な原因はこちらになります。食物繊維不足なんですね。私たち日本人は昔はね、結構取れていたこの食物繊維ですが、やはり海外からいろいろな食事やファーストフードなどが増えた関係で、かなり食物繊維不足と言われているんですね。例えば男性の方であれば 20g 以上、女性の方であれば 18g 以上を1日あたり、摂取しましょうねっていうこの数値がありますが、実際は12から 16g しか取れていないということで、昔と比べてどんどん食物繊維を食べる機会量が減ってきているということなんですよね。結果お腹の大掃除や食欲をね、抑える効果が減っているわけですから、どんどん溜め込む、そして食べたくなってしまうと、そういった体質に変わってきているんですよということです。その結果溜め込むわけですから、やはり特に下腹ポッコリが生まれてしまいますよということなんですね。では2つ目の項目です。下腹ポッコリを解消できる食べ物があります。今回お伝えしたいのはこちら、バナナなんですが、ここで注意、同じバナナでもですね、ポイントがあります。それは黄色くなる前のグリーンの状態のバナナを食べることで、さらに下腹ポッコリを解消することができるんですよ。ここでちょっと詳しくお伝えしていきたいと思います。もちろんバナナ自体はこちらにある通り腸内環境が整って、食物繊維ももちろんありますし、また血糖値の急上昇を抑えてくれるために、その結果脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果もあるんですよね。でまたオリゴ糖が豊富なので、このオリゴ糖で腸内環境を整えやすくしてくれますし、便秘もその結果改善しますよっていう元々のこの効果があるんですけれども、どうせ食べるならグリーンバナナの方がおすすめなんです。その理由はこちら、グリーンバナナに含まれるですね、レジスタントスターチというこの効果を味方につけると、さらにお腹をすっきりさせることができるんですね。なぜかというお話はこちらです。ではここからグリーンバナナに含まれるこのレジスタントスターチの痩せ効果についてお伝えしていきますね。やはりこのグリーンバナナはですね、食物繊維を超えたとね、話題になっているような素晴らしい効果を発揮しているわけなんですね。なぜかというと、例えば食物繊維といっても2種類あります。水溶性と不溶性といってそれぞれあるわけですよね。簡単に言うと、ネバネバしたものが水溶性、海藻類とかね、里芋とかです、オクラとかで、不溶性というのはどっちかというとモサモサしたようなさつまいもとかごぼう、なんとなくイメージ湧きますよね。でこの2つをですね、きちんと同時に摂ることがやはり大事なわけですよね。その時にいちいち2つ摂るの大変じゃないですか。ところがこのレジスタントスターチには、その同時に2種類の食物繊維がもう入っちゃってるわけですね。それぞれ食べる必要がないわけです。ということで、一度で二度美味しいではないですけれども、効果が2倍なわけですよね。でそしてプラスこのレジスタントスターチのすごい力はこちら、消化酵素にすごく強いので、そのまま大腸の奥深くまで届いてくれる食物繊維になるわけです。その結果痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの餌になって、腸がね、ものすごく元気になってくれるというね、そういった力を持っているのが食物繊維を超えたと言われるこのレジスタントスターチの効果になるわけです。ですからね、熟したバナナも美味しいです、黄色でね。でも
このレジスタントスターチの量が多いのはグリーン色したバナナですね。まあ、あまりね売れすぎてないのを食べるのもちょっとお腹に良くないかなと思うんで、その頃合いがね難しいと思うんですが、要するに真っ黄色になる前のちょっとこうグリーンがかったバナナの方がレジスタントスターチが豊富に含まれていますから、ぜひバナナを食べるときはグリーンバナナの方をおすすめしたいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントはこちらです。下腹ポッコリを解消したければ、まずは良質の食物繊維をきちんと2種類摂ることでしたね。ただそれが一度に摂れてしまうのはバナナ。ところがそのバナナといっても色がグリーンのままのバナナの方が効果がさらに上がりますよということでお伝えしました。これでしたら簡単にできそうですよね。どうせならコストパフォーマンスが高いグリーンの方を選んでみてはいかがでしょうか。それではこの動画の内容は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。